こんにちは。いや、こんばんはの方もいるかもしれません。始まりました第19回ジョックロックのジョックロックプレス、5月15日月曜日の回となっております。ということでございます。私ジョックロックのゆうじろうでございます。モデルショーです。さあ始まりました第19回目でございますけれども、はい、まあ、ゴールデンウィークも明けまして、コロナも明けまして、まあすがすがしいんじゃないでしょうか。まあまあね、はい、まあ裕次郎はな、はい、別に今までもマスクしてなかったもんな、うん、おい、心外だ。そんな心外ってないやん。してますよ僕も。まあ別に外してよかったからな、まあ、外では。外は全然してなかったですけど、僕はちゃんとその適した場はちゃんとしてましたから、うん、うん、それはちょっと心外ですけどね。もうやっぱ、はい、どこでもつけてない。マジで、うん、ただバイト先はちょっとつけなくちゃいけないんで。確かにな、それがなるよな。そうなんですよ。マジバイト先でしかつけてへんわ俺。ほんまそうなんですよ、うん、だからこれね、このタイミングで外さんかったらどこで外すんっていうのは僕思うんですよ。まあ、じゃあその今後さらに緩なる時とか来るのかっていう、5類より低くなるみたいな。まあ正直、まあ夏になったらみんな外すんじゃん。ああ、まあそれが季節だ。夏になったら、まあ時間が解決してくれるのかもしれないんですけれどもね。うーん、何が言いたい。はい、まあ一個言いたいのが5月病ってあるじゃないですか。おお、はいはい。5月ってなんかこう4月、まあ、新しいこと始まって、うん、慣れてきてちょっとだるなるみたいな、ゴールデンウィーク終わった後、うん、なんかちょうどコロナ明けたおかげで、うん、意外と5月病の人少ないんちゃうかなっていう僕の勝手な。あ、自分が違うとかじゃなくて。あ、もう自分が違うからかもしれませんね。僕は逆にすがすがしいというか。てか別にもう芸人ってさ、はい、5月病になるん？ならん。ああ、まあでも俺らはあれか、はい、4月に劇場入ったからさ。まあ楽しいからか。いや違う違う違う。え？そのちゃんと4月で環境が変わったよ。ああ、はいはいはい。環境変わって新しい環境慣れへんから5月病とかってなるよ多分。だからなる要件は満たしてるけど。そうか、満たしてるけども全然なってないってことはまだまだ楽しい。え、なってなかったっけ？俺5月病なってないっす。でもなんか結構その最近、はい、もう挨拶しんどいっすわー。お前言うな。絶対言うな、そんな。もう、何人いるんすか、あと。おい、絶対言うな、これ、劇場の方聞いてる可能性あるよー。ないって。誰も。あ、ないか。ないし。別に、ええし。ああ。いや、挨拶は大変ですよ、やっぱ正直。さすがの挨拶の天才も、ちょっとナーバスになってるもん。いやね、もう、本当に早く全員挨拶したいなっていうのはあります。まあでもかなり、もう迫ってきたな、うん、ゴールが。ちょっとであるんですけど、うん、ただ僕がずっとね、気がかりなのが、うん、したかしてないかみたいな方、何人かいるじゃないですか。まあ正直。僕正直ミスでメモしてなかったんで、今までそのした人をチェック。うん。だからしたっけな、してない。これがね。いやでも俺、ま、その上がってからした人は大体覚えてるよ。まあそうですか。僕一人二人ね、まあどっちやしたと思うねみたいな。この人と喋る時のそのすごいどうしようかなっていうの、うん、そこの解決を早くしたくてしたくて、そこをまずしようっていうのは最近強くてね、もう漫才全然集中できてなくて。はい、まあそれはな、うん、いつもそうやけど。いつもか、うん、まあまあもう挨拶の話はもういいですよ、何回もしましたから。このまあな、それの話っていうかそれしか、はい、気にしてるところがないからな、うん、ほんまに。まあでもまあまあ満劇にも徐々に慣れてきまして、まあさすがにちょっと、はい、この前な、はい、俺も初めて一人で入ったもんな、はい、ああやっといつもやっぱ裕次郎を前にやって、はい、そうなんです。そのなんか暗証番号みたいに入れて入るんですけど、はい、こいつがいつも前に行って打ってくれてるから、うん、この前初めて暗証番号打ちましたね。1ヶ月自分で暗証番号せずによう入れてたの。お前がやってくれてたからな、やっぱり。まあ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 、
大体2人で入るんでね、うん、ネタ合わせしてから、うんうん、で、まあ、また挨拶の話が来なくなっちゃうんですけど、ほんまにこの前も予選の時に挨拶しに行きましょうみたいな、うん、あでも楽屋おらんかった、また戻りましょう、うん、いやもうおるんちゃいます、もう一回行きましょう、あおらんかみたいなんで2人でずっと行き来してたら、ふすやのおさむさんに、何二人でうろちょろしてんすかみたいな、うん。やめてくださいよみたいな。言われましたよね。いやもうずっとね、二人で、なんか移動してるの多いんですけど。まあなあ、俺もやっぱちゃんと、はい、あんま喋る人おらんもんな。これが悲しい。今日とかやばかったな、俺。いやもう、なんか、なんかね、やっぱ、今日の孤立具合やばかったな。いや、そんな、やばいとはもう思ってないんですけど、だみんな。でもいつもは、まだもうちょっとマシやったけど、なんか、誰かも喋ったりしたけど、今日もその、マジ終わりで、撮ってるんですけど。はいはいはい、かけるがさっきありましたね。そう。今日は今までで一番、なんか孤立してる感じやったな。まあだから、ここにいたのが、すごい若かったから、まあ、大体俺らおるところってその若手のところで。まあそうです。一番若いところ。俺ぐらいの芸歴の人は、もう俺がおるところにはもうおらんから。だから福本さんは自分からあんま入っていくタイプではないから。だからそれも俺、その、はい、ハイエナ戦法というか、うん、お前がその誰かと喋ってたら、はい、それさぁとか言って。もう、やばいやばい。これもう、やめてくれ。マジで。こいつがおったらやっぱまあな。入りやすいっていうことで。相手もちょっとね、うん、親って思ってると思うんですよ。え、何って。いや、でもそれでさ、はい、それでそうなるってことは、うん、もしお前がおらんかったら、もっとなるってことや。なるか？だってさ、はい、何も知らずなんか話しかけたらさ。いや、ならないですよ。じゃあ別にええやん。そっちがやってる。いや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 。やっぱちょっとあれですね。コミュニケーション。あんまり上手くないわ。なんかでも正直、はい、なんか最近、もうなんか別にええかもって思い始めてきた。どういうことですか？もう、そんな別に、みんなと喋らんでもいいか。喋らんでもってことはないけど、別に喋るっちゃ喋るけど、はい、そんななんか、無理して。めっちゃ言ってたよ、入るとき。ああ。どうしようみたいな。はいはいはい。気にせんでいいかな。うん、なんかそんな、めちゃくちゃそれのことばっか考えても、まあ福本さんは今まで本当に大事さんとしかいなかったというまあ副作用といいますか代償がちょっと出てきてるかもな。大事とっていうか、うん、まあ基本ライブとかでもあんまり喋らんちゃ喋らんしな、ネタやって帰る、うん、その代償がちょっと出てきてるなというところが見受けられます。まあまあね、うん、まあやっぱりなんかまあちょっとずつでも治っていくもんやと思いますけどね。そうだからまあ一回喋ったりしたら、そうそうそう、それこそまあなんたまに飯とか行ったりしたらまあ喋れるわな、うん、共通の話題というか。なんならだから僕だってもともと人見知りですから、もう小学校の時とかひどかったですよ。サッカーでまあ県選抜みたいなのに選ばれて、うん、なら、まあ、確かに知らないコーラと一緒にチームになるわけじゃないですか、うん、マジで僕、うん、全然喋らんくて一人でウォークマンに入ってるサンドウィッチマンさんの動画ずっと見てたりとか。ウォークマンに動画入ってるの？あ、動画入れてたんですよ。何それ入れれるウォークマンがあってね、動画を。へえ。それでお笑い好きになったっていうのがあるかもしれないんですけどトーン下がりすぎやろ、ほんまに人見知りでしたから僕も。でなんとかこう社交的になってきて、俺いつまでこういう話せなあかんねん、なんか、はい、またこんな話で結局10分も喋ってる。なんか毎回さ、はい、正直なんか同じ話しかしてない。同じ話してる、これやり直しますか？いやもうええわ。その正直そのちょっとこうさっきも言ってたけど、はい、このラジオっておもろいっすか？正直俺やったら聞いてないかも。感想聞きたいっすね。だからちょっと毎週一緒やわ。なんか、うん、
ほとんど変わり映えせんよな、マジで。いや、ほんま先週会ったこと喋って、うん、そう、先週会ったこと自体も、同じことしか起きてへんよ、うん。そうなんですよ、寄せとかね、かけるライブとかしかないんで。でも先週、ちょっとこれだけは喋りたいことがあって、まあね。それを、これに行くのが遅すぎた、正直。うん、なんかちょっとしょうもない話してもうた。しょうもない話、正直してもた。また俺が挨拶の話してもうたから。もう、切ってください、もう挨拶の話はええわ、って。うん。はい。いや、先週テレビのロケがあったんですよ。そう、初めてな、テレビの収録に行かせてもらってな、はい。そう、初ロケですよ、初テレビ。うん、唐突にな。唐突に2日あさって行ってきてください、みたいな。はい。これ行ってね、2人で行って。うん、だからまあ、よく言う、詳細は話されへんってやつや、ね。いやまあね、あんまり言えないんですけど。そう、他に誰おったとか、どの番組かとかは言われへんやろな、絶対に。まあ、朝。放送かとかも全然知らんし。そうっすね、まあ。1ヶ月以内にはあると思うんですけど。そうなんかな、分からんけど。全然分からんよ、そのノリというか。確かに。ただ、めちゃくちゃ楽しかったですよ。いやー、ただただ楽しかったな。ただ。楽しいだけやったな、俺から。テレビめっちゃ出たいわってなりましたね。まあ、あれで金もらえるんやったのか。はい。まあ、あんな番組ばっかりじゃないんやろ。まあね。もちろん、その、かなりちょっともう、過酷なロケもあるやろうし。過酷やし、うん、まあ正直その、あんまお笑い力とかを全然求められへんというか、うん、まあ、求められへんこともないねんけど。まあ。やっていうのも、まあ、なんとか盛り上がる形式であったというかね。うん。それな、結構、頑張ってたもんな。うん、僕はちょっとね、割と映るかもしれない、確かにな。俺は全然映らんかもしれんけど。おそらくね。はい、まあまあ、それはなんでかっていうのはまああんねんけど。はい、僕は割かし結果残した方やと思うんで。その全然映らんっていうのは絶対ないやろ。はい。形式的にも。ちょっとこれは楽しみにしていただきたい。マジでその、告知とかして、うん、なんか、20秒しか映ってなかったとかはないやろ。ないと思います、うん。ダイジェストみたいな。一応ちゃんと、まあ昨日母の日で、うん、僕のお母さんにも、おまあいつもありがとうみたいな簡単な LINE して、プラスで3万円ありがとうみたいな、あ、そんなんは言ってないですけど、うん、やらしいし、うん、でそのまあなんかいい報告もあるあった方がいいかなと思って、うん、今度テレビ出ると思うわみたいな感じそっとで、うん、ちょうどその大分でもそれ映るんですよ。あ、マジ、はい、あ、そうなん、うん、調べたらすげえ。だこれはね、ぜひ大分映るんや、すごいな。じいちゃんばあちゃんにもね見てほしいね。うん、そうそうそう、だからあんま良かったなと。まあ別にネタとかではないですけど、まあな、たまたままあええ感じになったんで、うん、まあちょっとまだ告知しますけれども、見てください、テレビでございますよ、うん、まあこんぐらいです、選手のことはもう、これがまあな、これがまあ喋られへんつのもあるけど、さすがにこの話できたら、うん、まあ何個かはあったような話せる話は。ああ、そう、これと、ああ、そうですね、うん、その内容がね、そう、内容が喋れたら、まあ、うん、まあだからまた放送したらこの話はできるかもしれないです、ね、まあまあ確かに、はい、うん、っていうことで今日はちょっとテコ入れさせていただきます、うん、このラジオ、うん、このラジオ、おもんない疑惑があるから、はい、もうなんか自分らで喋っててもなんか同じことやってるから、なんか最初のなんか3回目ぐらいまではなんか新鮮でさ、なんかご機嫌で喋っててんけど、うん、もうちょっと飽きましたね、うん、なんか何やってんねやろと思うの、正直。毎週集まって、日記書いてるみたいな。うん。違うけど、違うけど。かなり違うかも。うん。まあ、こう、新コーナーを設立いたします。うん。題しまして、はい。俺らが気になるニュース。そんなタイトルやったんや。はい。さっき20秒くらいで決めたコーナーやけど。今、タイトル勝手に出てきたやつにしました。ああ、もう一回言える？俺らが気になるニュース拍手の間も一緒ないよ。うん、やっぱ自分の中から出てる言葉なんで間違いないですよ、それ。なるほど、はい。ということで、今俺らが気になるニュースをですね、Yahoo ニュースの、うん、まあ、トップ項目、うん、まあ、ジャンルいろいろあります。国際、経済、スポーツ、エンタメ、うん、ここからまずジャンルを選んでいただきまして、はい、そこから気になる見出しを決めて、うん、まあ、ちょっとそれについて話していこうじゃないかということでございます。なるほど、はい、
じゃあまず福本さんからいきますか。これほんまに事前に決めてないからさ、はい、今ね、今ほんまに月曜日5月15日月曜日の19時のトップ項目から選ばせていただきます。でジャンルどうしますか。ああ、まあそれはまあな、おのおので決めさせてもらって、はい、これ何しようかな。まあせっかくやしエンタメで僕はじゃあいきます。ああ、そんな、あれ？あ、もう大体記事見てからジャンル決めます。それちょっとせこないですか。せこいって何？もうジャンルそれだって。これ二人で喋るんやろ別に。うん、確かにね。勝ち負けあるんすもん。俺がさ、1分間面白トークとかやったらせこいけど。まあね。二人でテーマで喋るだけや。喋りやすいやつを選んだ方がいいかもしれないですね。まあ。こう。どうでしょうか。いざとなったら。月曜日ですけど。まあ今ね、セブンサミットとかやってますけど。まあこれか。広島でね。内容も見てへんかこれ。まあ内容も読むんか。まあ簡単に説明していただければわかりやすいんじゃないかなと思いますけど。まあこれかな。はい。福本さんの気になるニュース。雪印メグミルク。はい。牛乳やヨーグルトなど88品目を値上げ。え。7月以降順次。ええー。やめてよやめてよ。いやまあこの、まあ、うん、雪印がどうとかっていうよりもう全体的に値上げが今すごい加速してますから。いやもう値上げもあれやし、はい、どんどんちっちゃなってる。ちっちゃあー、物がそう、数が減ったり。そう、昨日、はい、俺がめっちゃ好きな、うん、このスーパーとかさ、この開けて取るタイプの、そのチルドのさ、うん、麺類あるやん。おう。なんか、でかいパスタとかさ。はい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 。そのなんか、片焼きそばみたいな。うん。あれで、俺がめっちゃ好きな、うん、なんか、混ぜそばがあるんだよ。おう。それ結構食っててんけど、はい。なんか、並んでて、あ、今日も食べようと思って見たら、うん、このパッケージあるやん。このパッケージ。パッケージ。の長方形。パッケージはありますよ。そう。のさ、うん、この、ここあるよ、この、右端というかさ、はいはいはい、端の上、ここに、うん、リニューアルっていう文字が書いてあって、おろろろろ。あらららららと思って、はい、このご時世、うん、リニューアルってことはと思って、うん、持ったら、うん、めっちゃ軽なってて。おー、重さ覚えてた。そう、はい、めっちゃ食ってるから。はい、しかもリニューアルって、うん、何がリニューアルしたかは書いてない。あら。だから、うん、食べやすい大きさにリニューアルしてくれはってる、うん、いいように書いてはるわ。いやそれは書いてないで。ああまあね。いやリニューアルっていい言葉じゃないですか。いやでも良くなったんかなと思う。最近はでも俺はもう嫌な言葉に見える。だって良くなることないもん。リニューアルがで書いてあったら、うわ減ったりちっちゃくなったりしてるって思うな最近。うわーもうその域まで達した。いや思えへん。いやまあわかりますけど、ね、そのなんかお菓子とかをさ、確かに個包装20個入りのやつがみんな19個、うん、やし1個1個めっちゃちっちゃなってる。まあこればっかりはもうしゃあないですよ。そりゃみんな嫌です、もちろん。いやほんまそれ。じゃあさ、値上げすんのと、うん、ちっちゃくなって少なくなるのどっちがいい。50円上がって、大きくて、多いままなのと、値段そのままで、ちっちゃくなって、少なくなるの。迷いどころではあるんだが。だからその、小分けには売ってないからさ、いっぱい入ってるやから、同じ値段やけど、もうちょっと欲しいとかできひんわけや。いやこれはだから値上げなわけやんか、このヨーグルトとかは。ああ、はい。だから多分、そのままでね。そう、ね。量とかは変わってないと思う。でも、はい、量少なくなって値上げとかもたまにあるからな。ああ、両方やっちゃうやつね、うん。マジむちゃくちゃ。これはきつい、正直。なんかある、そんな自分の好きなやつが。
まああんまな、直接言うのもあれやけど。確かに。値上げなんかあったかな。それこそ美容室とかも、うん、もう俺が行ってるとこ、2年ぐらい前まで2000円とかやったけど、はい、今は2900円とかあってもんだよ。だいぶ上がりましたね。うん、だってしかも、うん、そのプレステ5、うん、俺めっちゃ欲しいっていうか、まあ買うねんけど、今度。うん、プレステ5発売してから、うん、もう6年ぐらいかな。うん、そんな経たんか、まあ4、5年ぐらい経つねんけど、去年の11月ぐらいに値上げして、その機能とか。なぜか。いや、半導体不足とかで。ああ、そういうことか。6000円値上げしてる。高っ。だいぶやで。そう。紙切れるで。そう。普通さ、ゲーム機ってさ、はい、5、6年も経ったら新しい、まあね、ちっちゃいやつとか、なんかその、機能いいやつとか。まだ買うようにね。そうそうそう。購買者増えるように。そう。確かに。ただただ値上げ、そのゲーム機が今まで見たことない。うん。より売れんくなってしまう。ね、うん、今までな売ってなかったやつのもあるけど、まあ値上げ、まあポテチとか減った気がしますね。いやもう空気やばいよな、めっちゃ多い、もう、はい、ほんまに枚数少ないなと思っちゃいますね、なんとなくですけど。まあこれはもうほんまに、でも前ニュース見ましたけど、牧場とかも結構経営がね、まあな結構厳しいみたいですよ。なんか牛乳とかさ、 それこそめっちゃ廃農というか、うん、なんか牛とかをもう全部廃棄してみたいな。いや本当に苦しいですよ、世界が今どうするよみんな合ってんのこれ。合ってます。これでこれでいいです、今非常に。なんかまあお笑いはお笑いだけですよ、本当に値上げしてないのは。値上げしてないっけ。してるやんけ。え、俺たちのチケット代。アップトゥーユーとメッケモンが。ほんまや。500円から800円になって。お笑い値上げしてた。今まで一人当たりの負担がチケット3倍1500円あったのが、チケット3倍2400円になって、コンビで4800円。お笑い値上げしたのなんで？まあ、原材料、その半導体不足とかないじゃないですか。お客さんが、減った。いやー減ってはないんちゃう。でも、うん、で結構コロナの影響かなと思ったら、コロナ入って結構経ってから値上げしましたもんね。うん、言うて去年とかやからな。まあこれに関してはまあいろいろあるんでしょう。さあ次行きましょう。何やつ。はい、すいません、僕が気になるニュース行かしてくださいよ。もう、うん、なんかあるんや、うん、もうちょっと明るい話題をね行きたいです、僕は。なるほどね。今見てます。僕全然事前に見てないです。今更新しました。俺が繋げへんから自分で繋ぎながらやってくれる。繋いでくださいよ。かなり頼もしい男やな。なるほどですね。はい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 。あ、これ気になるかも俺。何？エンタメから。うん、予告通り見出し読みます。はい。小泉孝太郎、うん、親しい人と疎遠も必要ということで、うん、気になりますよこれ。ある時期親や友人と疎遠になることも必要、小泉孝太郎が考える人間関係で大切なこと。これどう思いますか。いや、その内容さ、そのタイプのやつって内容全部読まな分からんね。正直ね、軽く読んでいいですか。じゃあ5月病という言葉があるほど、5月は疲れを感じることが多い季節。5月病の話やんけ。ちゃんと入ってます。中でも新たな環境での人付き合いに悩んだり、増える一方の人間関係に疲れを感じる人も少なくないだろう。俳優の小泉孝太郎さんは、人付き合いを大切にしているという一方、大きく踏み出すときには、親しい人と疎遠になることも必要、と語る。心地よい人間関係を保つためには、自分はこれだけでいいという感覚を大事にしているという小泉さんに、これまでどのような人と付き合ってきたのか話を聞いたということで、その話の内容はまだ何やねん、長くなりそうなんで。まあこの意味はどういう意味か考えてみましょうよ。ちょっと、この意味はどういう意味か考えんの、うん、なんで疎遠になる必要があるのっていう。親しい人と良い人間関係を築くために疎遠になることも必要。だからずっとベタベタ
連絡し続けててもちょっとしんどなるっていうのはわかりますよね。それもしかして、はい、俺と大臣に言ってんのか。お前、これ用意してた？もしかして。いや今見ましたよ。なんか怪しいな。これあなたの携帯ですし。いや俺の携帯ってか、まあでもお前がヤフーニュースって言い出したから。いや別にどの携帯で見てもな、そのサイトは変われへんわけやから。いや僕さっきからかけるライブやって一緒にずっと追って。いやこんなもん別にな。かったし。いや別に今日朝とかな、別に。昼集合やったわけやから。さっきトップニュースになったばっかなんで、これは。いやこれがトップニュースになる理由もちょっとわかんないんですけど。まあみんなが気になるからトップになってるわけでね。気になる話題なんですよ。俺と大事の中を引き裂こうってこと。そんなことはない。なんならより良くなるために疎遠になってはという今提案です。なるほどな。だからもうね、わかります正直これは。僕も。ああ、そう。はい。幼馴染ですごい、まあ親友と呼べる人は何人かいるわけなんですけれども、僕も。うん。地元大分に。はい。そんな頻繁に連絡取らない。いやまあ、大分やからな。うん。で、全然でも心は繋がってるなっていうのを感じますし。これってそういう話？僕の予想ではね。いや、違うんちゃう？どういう見解ですか？だからそれこそ、うん、俺と大臣みたいに、はい、毎日毎日ずっと会ってるより、うん、なんかたまに会うぐらいがいいんじゃないですかみたいな話じゃない？まあ、似たようなことですよ。え、その大分に住んでる友達とあんまり連絡取らんでも心は繋がってるっていう話は全然違う話じゃない？いやいやいや、その後聞いてよ。ああ。一年ぶりに会ったら、ああもう毎日会ってたかのように、仲いいですよっていうのは言って。やから。一緒じゃないですか。いや、ちゃうよ。え？親しい人とたまには疎遠になることが必要っていう、ことその疎遠その地元におってたまに会うから仲良くなれますよみたいな、うん、まあだから会いすぎなくていいよっていうか頻繁に、それはさ、はい、違うか。いやそのあ会いすぎたら良くないよっていう話っていうより、うん、会わなくても友情はそのまま変わらないよっていう方向性の話じゃない、それって。確かに。ちょっと違うな。うん。うまや。あら、論破できた。確かに、ちょっとだけジャンル違うというか、なんかまあ、ちょっと違いましたね。うん。小泉孝太郎、ちょっと、一瞬で読むわ、どんな話か。どういうことなのかっていうのは確かに、ここまで来ると気になってしまいますから。小泉孝太郎さん、小泉純一郎さんの次男として生まれて、長男の小泉進次郎さんはね、今あの政治家として、頑張っております。小泉孝太郎さんは俳優でよく見かけます。バラエティ番組などでも見かけて、すごい人当たりの良さそうなね、優しそうな顔の方ですよ。誰かと結婚しましたっけね。はい、わかりました。早い。はい。うん。どっちも違いました。あらららら。はい、なおさら気になりますけれども。どっちも違うっていうより、はい。まあその、まあでもちょっとそっちに近いかな。うん。なんか学生時代とか、うん、まあ今まで仲良かった友達、うん、まあおるやん。それこそその友達とか。うん。もうずっと仲良くしてるのもいいけど、うん、そう社会に出て、戦っていくには、うん、そういう人間関係ばっかりに固執しないで、うん、そこの環境を一回立って、うん、社会人としてその社会での自分の立場をもっと確立させて、行った方がいいんじゃないかみたいな話。なるほど。そう、だから友達っていうより、疎遠になって、疎遠っていうかもうそんな友達とばっかり遊んでやんと、なるほど、まあ、なるほど。仕事頑張れよ的な。ああ、そういうことね。うん。まあ、これはまあ、わかるっちゃわかります。まあ。それはもう、だって。だからまあ、そっちがまあ、そうってそうやもんな。そうですね。次のステップ行けよ、みたいな。うん。ことですね、要は。
まあまあまあ、だから。まあでもわざ、まあまあそうですね。これはいろいろ賛否あると思います。でもやっぱそれでも、うん、ほんまに親しい友達とは、今でも仲いいですみたいな感じやった。うん、ああ、じゃあめっちゃいいじゃないですか。うん。めっちゃ分かります。そっちに近いのかな、やっぱ。だ言うたら、うん、地元の人めっちゃ仲良くて、うん、でまあ会社就職するけど、うん、この仲良すぎて地元出ずに、うん、地元就職してもここだけで仲良くするじゃなくて、うん、ここ仲いいけど、うん、俺は夢があるから、まあ、一旦上京して、うん、ここでも作って、うん、たまにこっちにも帰るよみたいな方がいいんじゃないかっていうこと言ったんですかね。ちょっと違うかもな。かなり違うんちゃう。間違えたよ。まあ地元でも、まあ、就職しても、その地元の連れとかだけじゃなくて、職場の人との関係性とかをもっとやっていったらみたいなことじゃない。そうだよ。なんかまあ分かってるんですけどね。分かってるんですけど、その説明がすごい下手で、うん、例えとかしなくていいんだ。これはでもやっぱ。どうでしたか。うん。わかりました。結構その共感というか。まあまあまあ確かにな。うん、そもそも俺もな、学生時代の友達とは、はい、もうほとんど縁が切れてるわけで。あらららら、それ言っちゃう。いやそれ言っちゃうっていうか、うん、まあ縁切れてはない。でも全く遊びはせえへんな。ほとんど。まあね。まあ、みんなまあ俺の年的にも忙しいしな。35ですから。そうですよ。はい、みんなもうね。なんか家族で大体な、俺のおとんがさ、うん、35の時にその連れと遊びまくってるわけないもんな。わけずっと家おったしな。ほんまにおった。確かに、まあ、そりゃそうやわな、うん、ちょっと友達と遊んでくるわとかさ、ないないない。お父さんの友達なんかほとんど見たことないやん。なかったなかった、まあ、そういうもんやねんな、うん、いやそうやと思いますよ。どんどんやっぱ年取るにつれてそりゃねえ会う人は少なくなるというか、まあ昔のようにずっと遊ぶわけにはいかないですよね。まあまあまあ、なるほど、小泉孝太郎さん、それを言いたかったの。待って、やばいやばいやばい、うん、これだ、どうなんこれ。なるほどな。なんか、今までよりやばいかも。俺は好きですけどね。いや、なんなんこれ、何してんの俺ら。ニュース読んでた。いや、なんか。あんまりお笑いラジオではないのかな。なんかお笑いのラジオって。うん。なんなんやろな。俺あんなに聞いてんのに。なんでこんなに分かれへんのやろ。もっとボケたり突っ込んだりしてると思いますけどね。さすがにそうかも。はい。なんか、このラジオやるにあたって、うん、どうしますみたいな話したときに、福本さんラジオいっぱい聞いてるから、うん、どんなんなんですか、やっぱボケたり突っ込んだりしたらいいんですかね、どういう風に俺ボケたらいいですかねみたいな言ったら、うん、ボケんでいいけどな。いやでもそれはでもそうっちゃそうやけどな。ボケっていうより大体前も言った、これは言ってないか、大体最初にどっちかのフリートークパートがあって、最初なんかオープニングトーク、それこそなんか会ったことみたいなちょっと喋って、で CM 入って、うん、どっちかのトークゾーン、うん、選手こんなことがあってっていうのを、まあ、15分20分ずつぐらい喋って、うん、でコーナー、これがラジオだから、エピソードトークがないってことじゃないから結局ないか。まあで、あんでエピソードトークするときに、うん、まあ、どの聞き手がやっぱこう面白い広げ方と振りとか変なノリを仕掛けたりするんじゃないですか。いや、そんなことはない。そんなことはない。普通に、まあ、聞いてるだけやな。邪魔せずに。なんか、ノリとかあるじゃないですか。まあ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 。ノリがないですよね。ノリって基本でも、うん、リスナーとのノリやけどな。ああ、いやいやいや。俺、こいつまた送ってきてんじゃねえかよ、みたいな。俺、またこいつやんけ、みたいな。感じがメインな気はするけど、お互いのノリってなんかそんな、まあ、ないっちゃないけどな。あとゲストとかか、うん、だいたい3人からかそういうのができるのって、うん、2人であんまり
そうやしな、俺ら二人きりで喋ってるっつのも絶対あるしな。そんな感じ。第三者がおったら、その人をなんか笑わせようとするみたいな。そうですね、それはありますけれども。やっぱマジ壁打ちやからさ、お互いに。なんか、虚しいよな、やってて。いや、聞いてくれてますから、第三者の方々。いやー、まあでもそれは分かるやん、反応が。無観客試合だからな、マジで。いや、でもこいつらおもんなと思って、40分、50分も聞き続けないんで大丈夫ですよ。おもろいと思ってる人が今ここに、います。いやー、違うと思うなぁ。え、そんな、おもんなで、30分聞いてるんすか？だからもう、誰も聞いてないじゃん。そうなの？そうなのこれ。それかまあ別になんか、ただただ、流してるだけみたいな。聞いてるやろ、じゃあ。流してる。別にそれ面白いと思ったら聞いてないっていうか、もうなんか喋ってるな。でも声が聞きたい人が聞いてくれてるのか、会話を聞きたい人、そんなネガティブかな。なんかな、ここ数週間すげえ思ってんだよな。なんか終わ撮り終わって帰って、俺自分のやつ聞いたことないんだけど、はい、いやこれいけんのこれみたいな。まあめっちゃわかりますよ。めっちゃわかるやん。手応えがない。なんか手応え、今日はちょっとなんかおもろい話したなってなんか思ったことないねんけど、ない、なんかやりきれんというかな、うん、なんか出しきれんかったなみたいな。じゃあまあまたみたいな感じで取り直すわけにもいかず、うん、ちょっとなんかもうちょっとテコ入れましょう。せやな、テコは入れるべきやな。今日ちょっとまあヤフーニュースっていうテコ入れてみたけど、うんうん、ちょっとテコ折れたか。真っ二つに。テコの原理のテコ折れることあんねや。まあテコなんかな、簡単に折れるからやっぱ。まあ折るか。もう一個ね、試そうとしてたテコ入れます、ね、ああ、ちょっと二本目のテコ差し込んでみる、はい。はい。じゃあちょっと。題して。はい。ランダム単語。それ終わり？もう一個だ、なんか出るかなと思ったんですけど、うん、ランダム単語トーク、これにします。なるほど、はい。まあウェブブラウザの方でですね、ランダム単語みたいなことを調べたらですね、なんか、うん、ランダムに単語が出るやつがあります。3個ぐらいポンポンポンって、うん、こっから気になった単語、うん、でそっからまあエピソードなどを思い出していただいて、うん、それトークしようじゃないかっていうことで、これはいいんじゃないですか。まあまあまあ。エピソードやから。そう、エピソードな、まず。これはもう、もうひねり出す。うん。ここで、今この場で。マジエピソードなし男やからな、俺は。エピソードトークです、結局。まあ、ほんまそうよ。はい。トークなんて。これでいきます？いやいや、これではいかんよ。まあ、じゃあ今からランダムターン、これもう見せていいんじゃないですか。まあ、例えば、こうなるか。マッチ棒、うん、Q&A、ピンセット。ピンセット。みたいなね。で、これをちょっと引き直すというボタンを押したら次の3個になるんで。はい。次のでってやつでいきましょう。お願いします。はい。おい。おー。なるほど。はい。読みますよ。はい。紙芝居、うん、ライダーキック、アマガエル五七五。紙芝居ライダーキックアマガエルってことでね、素晴らしい。この中かライダーキックとか出るんやん、すごいランダムやねこれ。確かに。でライダーキックのナンバーが3676で、うん、紙芝居のナンバーが4132というね。かなり、うん、頼もしいな。ライダーキックが先に出てるんだ、このランダムの単語。なんか募集とかなっちゃう。募集？なんかその単語を送ってくださいみたいな。自分でやってのいいんじゃん、これ集めてみたいな。紙芝居のが後に来たっていう。まあまあそれはいいんですけど、それはええな。はい、で俺なんかあります？まあライ、まあ新仮面ライダーは見たけどな。ああ。ライダーキックからってことでいいですか？え、変えるから
アマガエル男ってことから新仮面ライダーではないですね。まあなから、それまた映画、まあエピソードとはちょっとまたね、実際になんか自分の体験でないですか。ライダーキック、まあライダーごっことかようしてたけどな。ああ、してました、してました。あ、してた。してましたよ。ああ、まあでもそうか。世代的に、ライダーやってる時代か。逆に。僕は仮面ライダー龍騎とかが一番は。俺らの時はやってなかったの、テレビで。あ、そうか。ブラックとかやってたけど、それ俺も一切とか多分。仮面ライダー、それこそね、僕はサッカー部入ってたんですけど、小学校の頃。うん。さあ、小学、毎年、卒団式とかでやっぱ出し物をするわけですよ、各学年で。卒団式？はい。6年生が、まあ卒業ということで。卒団って何？もうそのクラブチームというか、その少年団を卒業するので、各学年出し物するんですけど、僕ら小4の時かな、うん、仮面ライダーの、うん、まあ劇というか、へぇ。戻しました。お僕のお母さんがね、うん、そういうなんか工作がちょっと得意というか、まあ得意というか、うん、まあ頑張って自力でやったんですけど。おぉ、ライダーの衣装とか、ね。ライダーのね。マジ？仮面とか。それ何ライダーの？龍騎とかいろいろ多分歴代の。最近のやつむずない？電王とかも。1号2号は結構簡単やけどさ。うん。そんなむずそうや。いや、ちゃんとね、めっちゃクオリティ高かったんですよ。へぇ。ベルトも、段ボールとかの折り紙とかで、きらびやかなやつで。めっちゃクオリティ高くて。で、あとはショッカーの覆面をいっぱい作って、で、基本的に僕らの学年の子供たちが、まあ、ショッカーやって。うん。ライダー誰がやったかちょっともうあんま覚えてないんですけど、ショッカーが結構跳ねてね、どういうこと？跳ねた？受けて、やっぱり。ああ、その、そのまあ、劇自体も。いいみたいなやつが、いいとかが子供がなんか、そう。かわいい、おもろいみたいな。そうです、そうです。受けて、で、その数年後に、そのサッカー部のコーチが結婚するってなって、結婚式やるってなった時に、うん、僕はその時小6ですよ。んその小6になった時に結婚するってなって、その出し物で、あれやろうかってなって。あの、跳ねたやつ。跳ねたから、2年後。最上演。そう。ライオンキングみたいに。そう。ショッカー覆面着て、ユニフォーム着て、サッカーの。ああ、もう、あれ覆面はまだあったってこと？そう、取ってます、もちろん。入るそんな。まあ、顔はそんなでかならないでしょ、急激に。え、何年の時ってそれ？小4の時。ああ、4か。1年の時のでも入ると思うけど、入るか？顔そんな膨らむ？小1やで。小1から小6って結構じゃない？顔ってそんな膨らむ？いやいや、膨らむやろ、別に。そんなピチピチなやつ作ってないし。それで、また結婚式でやって、まぁ、あ、ちょっとまた跳ねたよ、みたいなエピソードありますけどね。別にオチがなくてもいいですから、エピソードですから。オチってなくてもよかったじゃん。ええですから。ええですか？はい。まぁ、あ、紙芝居山ガエルでもいいですけどね。まあ、もう一回弾いてみるか。あ、いいですよ。うん、エピソードじゃなくてもな、それについて。はい。炊飯ジャー、昼下がり、子猫。三つが出ましたけど。無事。やっぱね。まあ、昼下がりって何なの？まあ、炊飯ジャーか。炊飯ジャー、エピソード。その別に、落ちなくてもいいんですよ。ハードル上げちゃったから。まあ、落ちないというかな。まあ、マフーバとかな。
あ、まあ、ドラゴンボールの。おお、ああ、いい、好きやわ、あれ。そう、ドラゴンボールで、亀仙人が、亀仙人の師匠の、ムタイト様が、ムタイト様やったな。ムタイト様が、その若い亀仙人と若い鶴仙人。鶴仙人。の前で、その、魔風馬っていう魔物を封じる、カメハメの歯みたいな、技をピッコロ大魔王に使って、で、その技っていうのは、こう、バーって出して、で、その、ピッコロ大魔王をこの、炊飯器に、バーンってぶち込むっていう技が、魔風馬。それがドラゴンボールごっことかさ、ようやっててさ、みんな、カメハメハとかさ、元気玉とかやってたけど、俺もうその時から尖ってたから、俺一人だけ魔風馬打ってたけど。渋すぎるって。そう、でも、一応やってくれんねんけど、わーとかなんねんけど、みんな絶対なんかその、モンスターボールみたいに、なんか5秒ぐらい経ったら出てくるんだ、やっぱ。その、封印されてたもんないから。そんなまんまじゃもんないからね。そう。出てくるっていう。まあいいっすね。やっぱこれが、オチのある話。ちょっとあったやろ、オチ。まあまあまあ、うん、なるほど、素は素晴らしい。素晴らしかった。短いし。まあな。僕は基本的に長いんで。もう最近な、お前の喋りが遅いのが、どんどんいろんな人にバレ始めてきてるからな。なんかよう言われるっすね、最近。そう、なんか。言いふらしてる？誰かが。いや、言いふらしてないのに。まずなんか、いや、これね、僕、なんとかなんすよ。とか言ったらもうなんか、いやなんでやねんとかよりも喋り遅って言われてるもんな。まずそこ内容で突っ込んでくれない。うん、いや遅いのはいいじゃないですか、こっち言いたいんですよ。いやなんかそんな、そんな遅いっすかっていうのも話変わるんで。いや遅い、やめていただきたいです、ね、そのみんなお前のモノマネするとき、まずいやーから入るからな。マジで示し合わせてないから。だからまあでもそれはな、ええことなんかも知らんけどな。まあね。こうなんかビートたけし的なさ、この野郎みたいな。この人といえばみたいなのがあるって強いことですから。だから僕は誇らしいですよね。ああ、もうそこまで到達できた。別にみんなが何か言うからってやめるようなメンタルじゃないんで僕は。いや、やめるとかじゃないからな。ええっつった今。寝耳に水やった今。え、違うの。自分がわざとやってて、やめろ、やめようと思ったらやめようと思ってた。別にやめよう思ったらやめますよね。いや別にやめるとかじゃないからな。はよしゃべる。えって言えへんねや。俺なんかわざわざ言うからさ、めっちゃやりたなったんだと思って。ああ、いやいや。わざわざもう一回同じこと言ったの。そんな僕わざとええでないんで。いやいや、わざとなんか、全く同じこと振ってきたから、てっきりええって言いたいんだと思って。ああ、確かに。それをできるぐらいには確かになりたいですね。いや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 。かぶせというか、繰り返すやつ。あ、天丼のことを。天丼か。繰り返すやつ。繰り返すやつ。まあまあ、徐々に僕の平場力もアップしてますんで。まあ確かにな、今日は結構平場で跳ね取ったからな。なんか受けたみたいです、ね、今日面白かったよみたいなこともちょこちょこ言われました、ね、終わってからなんか裕次郎、そうなんか作家の人がついてくれてて、はい、それこそ隣におるライ麦の夏美のラジオもついてくれてる作家の人がおって、うん、でその人が今日考えたコーナーやって、はい、で終わった後なんかわーってみんな散った後になんか、いやー裕次郎さん面白かったなーって言ってた。そん、え、独り言っすか。まあ独り言って。誰かと喋ってたんすか。うん、なんかまあ面白かったっすねみたいな。ネイビーズアフロ皆川さんもね言ってくれました。もう面白かったな。ありがとうございます。まあ確かにそのちょっと若干すましちゃったところが僕の発言。ありがとうございます。ちょっとすかしてたかな。マジっすか。ええー、よかったみたいな言ってたんですけど、ありがとうございます。まあまあな、それやってくれたらな、俺も存分にサボれるわけやから。いや、サボらず負けじとやってくれないと。
まあ、置いてきますよ。あ、いやまあ確かに。うかうかしてられなくしてやりますよ。これはかなり楽しみやな。自信はあります。期待してください。オソが出てるからな。まあこの内容が一体どんな面白いことを言ったのかって気になる方、今回、本日のかけるスペシャルプラスは配信が明日、明後日ぐらいまで残りますのでぜひご覧ください。かけるライブは最後にプラスがついてたら配信ありという。はい、はい、全国、世界からご覧になれます。意外と知らん人もいると思うんで。1300円、おそらく1300円、もしくは1500円で見ることができます。配信はまあ300円か、多分。はい。ということで、来週はですね、いよいよ、いや、今週ですね。ああ。いよいよ東西グランプリがあります。そう。はい。もう全てのライブの告知コーナーで告知してもらってる。はい、はい、そうです。今、万劇で、うん、一番告知回数の多いライブとなっております。ほんまにそうよな。はい。寄席でも全部やってます。ほんま来てほしいですね。ショックロック、グロー、キングブルブリンさん、うん、東京から9番街レトロさん、ミカゴさん、11月のリサさんということで、これは対決して東西どっちが強いかを決めようじゃないかというライブでございます。なんとネットで投票できるという、ね、ネットで投票、全国各地、世界からも投票できます。かなり珍しい。はい、もちろん劇場でも投票がありますので、うん、これ勝って優勝したら結構長売れると思いますよ。まあまあまあ、せやろな。で、今まで大阪あんまり勝ってないんで。5戦、東京5勝、大阪2勝ぐらいだっけ？ぐらいですかね。あんまり勝ってないんですよ。うん、これを皆さんの力で勝たせていただきたい。僕らを売れさせていただきたい。まあまあね。はい。まあ、5月21日日曜日の18時15分開演と。うん、はい、よろしくお願いします。まあ、来週はね、はい、どういう形でお届けするのか、うん、今日のテコが生きるのか、これその生きてるかどうかが分からんすぎるよな。僕はでも手応え的にいつもよりはいいです。ああそう、いつもよりは絶対マシです。まあ、ニュースはまああれやけど、うん、まあ、ランダム単語はまあええかも。これはいいですね。なんか引っ張ってこれるし、そう、思い出せるし、うん、あんなん思い出さんかったし。まあ確かにな。はい。それはまあ、ええかもしれんけど。はい。まあそんな感じでね、まあいろいろ試していきたいなと思うこの頃でございます。はい。ということで、第19回のジョックロックプレスは、テコ入れ会でございました。はい。最後のなんか、ここの恒例のやつとかもやってもいいですけど、なんか、やりたいことあれば。あ、そのなんかナイナイさんのオールナイトのわーわーしておりますお時間です、さようならみたいなやつ。ああ知らないですけどいやー別にええか、まあ、ええー、やということでお付き合いいただきありがとうございました。また来週でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。